皆さん、こんばんは。ひろきたかしのマンデーナイトライブをご視聴いただきましてありがとうございます。本日はですね、ひろきさんの急遽テレビのご出演によりまして、今日は5時45分からの時間変更でお送りいたします。なお、次回は通常通り午後9時スタートを予定しております。そして今日はですね、MC 佐々木まなみが担当します。よろしくお願いいたします。本日もですね、ご質問につきましては、お一人様原則一つとさせていただきます。また、不適切と思われる投稿をされた視聴者様については、それ以降の投稿を制限させていただく場合がございます。ご了承のほどお願い申し上げます。また、より多くの方のご質問にお答えするため、ご質問ランダムに取り上げていきたいと思っています。では、ひろきさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、気になることいろいろあるんですけども、私からは今日はオープニングトークとして、中国の景気鈍化懸念について伺えたらなと思ってます。中国の経済指標、あまり良くなかったことに加えて、やっぱり一つビッグニュースとして、不動産開発大手の恒大集団、エバーグランデが、アメリカ・ニューヨークの連邦破産裁判所に破産申請したと、現地時間17日、報じられました。その影響がどのようにマーケットに及んでくるのか、今のところのちょっとひろきさんの見方、中国経済について伺えますか？中国経済という点ではですね、元気がないのはその通りだと思いますね。ただ、別にそれって何も中国に限ったことではなくって、ちょっとこの前までアメリカはもう景気後退に陥るとかリセッションとかって言ってたわけだから、実際問題、何もここへ来て中国の景気が、芳しくないからっていうので大騒ぎする。っていうことはどうなんだろうなっていう気はしますよね。で、その中国景気が悪いっていうことで、直近また非常にこう取り上げられたニュースとしては、7月の経済指標がこう出てきて、これは僕もこの間のレポートで書いたんですけども、みんな前の月より鈍化して、で、市場予想も下回ったりしてるんですよ。それで、中国景気よろしくないねっていうトーンがまた盛り上がってきてるんですね。だけど、全部プラスなんですよ。前年同月比プラスで全部出てきてるわけですね。ってことは、伸びてるわけですよ。ただ、その伸び方が前の月より落ちたよって話だけど、そんなの前年同月比なんで、比べる前の月が高かった。低かったりするとですね、当然その辺のところの前年比の伸びって増えたり減ったりするのが当たり前なんですよね。で、市場予想に届きませんでしたっていうだけですけども、実際の数字としては伸びてるわけです。増えてるわけです。本当に経済が縮小してる、シュリンクしてるんだったら、前年比減っていうことに、マイナスってことになって出てくるわけだから、そんなに騒ぐほど悪くはないだろうっていうのが、一つですね。で、もう一つは、中国って構造的な問題を抱えていて、これ言ってみればどこの国だっていっぱい構造的な問題っていうのを抱えてるわけですよ。例えば我が国だって人口減少とかですね、いろんな構造的な問題を抱えていて、それで中国が抱えている問題というのは、まさにエバーグランデの、冒頭お話があったように、不動産不況というようなね、ものが非常に今、プレス圏として、あります。ただ、これは何も今に始まった話じゃなくて、実際問題、エヴァンブランデの話なんて1年くらい前、1年前どころじゃないんだよな、あれ、コロナの前ぐらいじゃないですかね、忘れちゃったけど、つまりそのぐらい忘れちゃうぐらい前から言われてたわけですよね、経営不振っていうのは。で、今に始まった話じゃないですよっていう、中国の不動産不況っていうのは。で、もう一つは地方政府の債務っていうのは、これなんか本当に十何年前からずっと言われてる話だし、あとは直近やっぱり一番クローズアップされて、一番深刻なのは若者の失業ですよね。これは実はこの間のマンデーナイトでもお話ししたんだけど、やはり原因は、大学生を作りすぎちゃったっていうのが一番の原因で、で、大学は出たけれど、みたいな話になって、かつての日本もそうだったわけですが、大学は出たけれど、職がないっていうね、こういうような、今状況にあるわけなんですけれども、ただそれっていうのは構造的な問題なので、景気のその循環的な、
景気がいいとか悪いとかっていうのとは話は別の、全く別の話なんですよね。なので、それが今ごっちゃになって、中国はやばいんじゃないか、中国はまずいんじゃないかっていう話があるんだけど、それと、は別に考える、切り離すべきなんだろうなっていう気はしません。どこの国だって、そういうアキレス腱とか、将来の成長を阻害するような要因、深刻な構造要因ってのはどこにでもある。で、もちろんそれは中国も例外ではなくて、そういう難しい問題があるので、ただそれってのはやはり今に始まった問題じゃなくて、昔からある問題なので、それもやはり長期的な対処が必要でしょうし、当然そういったことにも取り組んでいくんだろうから。それと、目先の景気循環をどうしますかっていうのは、これ全然別問題だっていうことが一つですね。それから、今日は日経新聞の月曜の景気観測のところで、中国の商会会長っていう、要は日本でビジネスをやっているところの、その中国系のそのビジネスに携わる人たちの、連携会議みたいなのがあって、今までずっとそのトップっていうのは商社の出身だったんですけれども、今回パナソニックのですね、中国法人のトップの方が疲れてインタビューに答えていらっしゃいましたが、それですごくなるほどなと思ったのはですね、やっぱり中国って巨大なんですよ、未だに。未だに巨大ですごく早いんですね、変化が。なので、当然悪い部分もあるんだけど、いい部分もあって、そういったところではすごくそのビジネスチャンスがすごくあるという。で、それってやっぱり海外の他のライバルと比べて日本企業ってすごい遅いっていうんですよね。だからそういうすごくその中国が巨大で、いいものもあるし悪いものもあるし、もう結構ごっちゃになってきてるっていうのが普通のこれ経済の状況なんで、そういういいところではそこにしっかりアジャストしてですね、そこに対応してビジネスチャンスをものにしていかないとダメだよってことをね、おっしゃってたんだけど、まさにその通りなんだろうと思うんです。で、やっぱりパナソニックなんかどうしてるかっていうと、やり方を変えて、昔はですね、本当朝から晩まで東京の本社にお伺い立てるっていうことをずっと中国の拠点の人たちがやってたらしいんだけど、そんなことやってたら遅くてもう間に合わないから、もう意思決定を中国に持ってって、そこで意思決定して、で、中国の好み、いや、中国の今のスタイルに合わせて、現地でビジネスやり始めたら、ぐっとその商売がうまくいき始めてるっていうんですよね。そういうように、見ていかなきゃいけないっていう。だから本当に一括りで、十把一からげで、日本の報道で、ああ、なんか中国は景気悪いみたいだね、ダメなんだね、っていう考え方じゃなくて、本当にあれだけの巨大な国と付き合うには、いい部分もあるし、悪い部分もあるしっていう、それが当たり前だっていうふうに思わなきゃいけないんだろうと思います。なるほど。まあ、一括りにはせず、いい面も悪い面もあるというところを認識した上で、まあ、投資にも生かしてもらいたい。ただですね、まあ、この中国の不動産市況などに関してはご質問も来ているので、後ほど取り上げていきたいと思います。では早速、お一人目の方のご質問です。日本株は5月頃の勢いがありませんけども、ジャクソンホール後、潮目は変わるんでしょうか、ということで。まあ、ジャクソンホールは世界の、ね、中銀トップが集まる会議、今月24日から26日に、まあ、予定されてますけど、ここでどうでしょうかね、何か変化ありそうでしょうか。そうですね。ただ、昔ほどねっていうか、昔はですね、それこそバーナンキの量的緩和の示唆っていうのが一番、僕が覚えてる限りの大きな、インパクトのあったジャクソンホールでしたけども、その後はですね、そんなになんかびっくりするようなサプライズっていう感じではないんですが、ただそれを一つの、流れが変わる、転換点になることは多いですね。一つは季節性なんですよ。やっぱり夏の終わりじゃないですか。で、これで夏休みも本当に終わるので、で、不思議な話、これが終わるとですね、大体甲子園の野球もね、終わる頃なんですよ。8月の下旬っていうと。でね、そうすると本当に不思議なんですけど、季節がやっぱり変わるんですよね。今最近じわじわってきてますけど、もう日中とかもう
むちゃくちゃ異常な暑さがまだ続いてますが、さすがに朝晩はですね、秋の風ですよ。ちょっとずつね、ちょっとずつ。で、これはもう本当にそのぐらいになると、ガラッとやっぱり朝晩は変わりますよ、雰囲気がね。なので、ようやく夏が終わるとなると、まあやっぱり長期の夏休み取ってた人なんかも完全に戻ってくるし、まあそこで、そういった、なんていうのかな、ちょっとした変化って意外に積み上がると大きい。つまり、いや、この投資の世界で本当に丸々夏休む人ってどれぐらいいるんだろうって言ったら、そんなにいるわけないよねっていうサラリーマンの感覚から思うけど、いや、実は結構いて、夏の間も本当にバカンス行っちゃって全然やりませんなんていう人も中にはいるんだろうと思うんですよね。で、そういう人が、まあ、少し戻ってくるだけでも結構違ったりするっていうのはあると思うんです。で、やはりまあそうなってくると、もう相場は、8月相場終わって9月だよっていうことになると、やはり季節が全然変わるわけですね。日本のその年度って4月始まりだけど、まあアメリカとか、まあ海外はいわゆるカレンダーイヤーなんですが、学校は9月から始まるわけですね。そうすると9月の始めっていうのはバックトゥースクール、って言って、バックトゥースクールで新学期セールみたいなのがあるわけですよ。で、そこからまあある意味新しい学校が始まるってことなんで、新しいスタートになるし、それからセルインメイっていう5月に売れっていうね、相場の格言があって、まあまさに今年なんてある意味5月に売って、でもその後6月7月ってまだ高値を追ってきたけども、だいたいいい時って今年の前半ぐらいまでで、で、やっぱり夏枯れっていうのは毎年のことなんですよね。で、でも5月に売れ、セルインメイとセットになってるのは、でも秋のセントレジャーズデーに戻ってくるのを忘れるなっていうのがセットでくっついていて、セントレジャーズデーっていうのは9月12日で、イギリスの休みなんですけれども、アメリカでもやっぱり今言ったように、9月の上旬にレイバーデーっていうのがありますが、そのレイバーデー明けから、やはり、そのバックトゥースクールもあり、子供たちの学校も始まり、まあ、ある意味本格的に夏休みの終わりで動き出すっていうシーズンなんですよね。なので、まあ、ちょっとジャクソンホール終わってすぐにですね、潮目が変わるかあれですけど、やっぱり夏っていう一つの季節が終わって、9月からの新しい、まあ、季節の始まりとなると、マーケットの、潮目が変わる可能性とは十分あるんだろうなと思います。ただ僕は、やっぱり9月の FOMC まで引っ張ってってことだと思いますよ。で、9月の FOMC で本当に利上げ終了のその目処が立ってね、そこで多分本格的にマーケットって、再度上昇相場の始まりっていうことなので、まあ長くてあと1ヶ月っていうとこじゃないかなと思います。なるほど。まあ、では、ジャクソンホール自体というよりも、その季節性の方にそうです注ね。目するもうとい今う年こはと別に。にジャクソンホールってどうこうっていう話はサプライズはないんだと思います。わかりました。そして続いてのご質問は、個別株について、ダイキンが最近大幅に下げていますが、今後の見通し聞かせてください、とのこと。ダイキンがね、本当にこれは、あれだけいい決算を出して下げた、まあ典型例ですけども、4、6月としては最高の業績だったと思うんですよね。それでもまあ、マーケットやっぱり目先一旦材料化で尽くし、利益確定売りっていうことで売られてるということですが、非常にいい企業だし、好業績だし、あとやっぱり有望だと思うんですよね。すごくそのダイキンがやっている、まあ、環境ビジネスだけど、まあある意味もうど真ん中で空調じゃないですか。そうすると暑いでしょう。もう暑いんで異すよ。常に暑いですよね。今ね。東京もその、こんな暑いの僕は60年生きてきて初めてですよ。そうですか。佐々木さんどうですか？私佐々木はさん生きてきてもう、もっと暑い時ありましたか？なかったですね。私は北海道出身なんで、もう暑さに慣れてなくて、溶けそうです、毎日。なるほど。そうでしょう。こんだけ暑いのね。これ全世界的にこうだって言うんですよ。ヨーロッパなんかもむちゃくちゃ暑いし、それからあと、
ハワイの、ラハイナの街が焼けちゃったような山火事。あれ別にハワイだけじゃなくて、世界的に今山火事起こってる。カナダとかね。もう本当にその、異常気象なんですよね。だとするとですね、やっぱりこれって、本当にその、まあ、ダイキンのエアコンってもともと工業用でガーッと伸びてきたわけで、家庭用のエアコンっていうのは富士通ゼネラルだとか、まあ、あとそのビーバーエアコンとか、あとはまあ、霧ヶ峰の三菱とかですね。ああいうのはまあ家庭用だったわけですけれど、でもまあダイキンも最近家庭用にすごいあれですし、まあ家庭だけじゃなくてやっぱりその世界中を冷やすっていうことが非常にこれから必要になってくると思うんですよね。いろんな意味で冷却に関するビジネスって、例えばもうコンピューターだってものすごい熱を発します。これから AI 時代になって、ますます、いろんなデータセンターだとか、いろんなところでコンピューターを使っていくとなると、その熱の放出っていうか、コンピューターを冷却するのはどうすりゃいいんだっていう話になってくると思うんですよね。そういう時に、やっぱり冷やすっていうことに関するビジネスで、一日の長があるんじゃないかと思うんですよ。そこにすごい期待してますから、やっぱり長期的に、本当に、世界で、社会に求められる企業なんだと思うので、短期的な、その株価のリアクションとかにはあまり気にしない方が、本当に、いわゆる世界が、社会が求めるビジネスや技術のある企業っていうものは、すごく有望な、投資先だろうと思いますね。ありがとうございます。では続いて、美濃さんからご質問。先週までの夏枯れ相場が終わり、今週からサマーラリー始まるんでしょうか。年末の日経平均株価の値、いくらくらいだと見ていますかということです。まあ、先週はね、結構3日間で800円近く日経平均も下げましたんで、どうでしょう。今日は4日ぶりの反発。ここからまたサマーラリーのようそう、な。いや、という感じでは全然なくて、まあ、本当に、出花をくじかれるような、あれですが、まあ、そもそも今週からサマーラリーって大体夏も終わりなんで、サマーラリーなんてもうない。なので、さっき言いましたけど、じゃあ、ジャクソンホールで潮目が変わるかっていうと、まあ、そうとも限らないんだけど、要はもっとはっきり言えるのは夏っていうシーズンが終わり、9月になると、やはりそこで変わってくるよっていうことなんで、まあ、あともう長くて1月ぐらいの辛抱じゃないかなっていうふうなお伝えをしたので、まあ、今回のご質問にもそういうようなお答えをさせていただくということですね。では続いて少数株主さんから。J リートを保有しています。中国不動産不況の影響、どの程度想定すべきでしょうかといいうや、ことで。J リートには中国の不動産不況の影響はほとんど及びませんから、J リートっていうのは日本の不動産ですからね。日本の不動産市況に中国の不動産の影響はほぼ皆無です。それはもう全く関係ないので大丈夫です。よくね、中国人富裕層が日本のマンションとか。あ、それは事実ですよ。ええ、それは事実です。それただ、は事実にで関す。してはまあ、ほぼ影響としてはないだろう。J リートに関してはほぼ影響ないです。わかりました。J リートはね、そういう外国人富裕層が買うようなマンションとか入ってないですから、大丈夫です。では続いては、さあちゃんさんから。ホーヤの株価冴えませんが、どうしてでしょうか。大家は、まあ、すごい超優良企業で、非常にポテンシャルが高いですね。企業の、まあ、管理体制とかそういったところからも含めて全般的にいいですが、まずビジネスそのものが、非常に、マスクバンクスっていう、要は半導体の、まあ、部品というか、それをやってるわけなんですが、まあ、その営業の仕方もですね、すごく良くって、お客さんとこ行って、こんなんできないかっていうニーズを聞いて持って帰ると、ものすごい短期間で技術陣が製造過程がそれをやって、まあ、製品化をする、製品の改良をするみたいな、すごくこう、フットワークのいい、
ビジネスで商売を取ってきてるっていうね、強みがある。で、まあ、そもそも半導体の素材、部材のところっていうのは、これ日本企業にしかできない非常に高精細な技術ということなので、非常に高い技術を持ち、いい経営をしている優良企業であることは間違いないです。ただ、そういう企業っていうのは今もう全般的に半導体不況っていう大きい括りの中で、かつ、まあ、世界的な金利上昇でグロース株が全部こう売られている中で、まあ、逆風がものすごい吹いてるわけですよね。なので、今こういうハイテク系、成長性の高い、技術の持った、テクノロジー企業っていうのは、まあ、全部弱い状況にあるわけで、まあ、この流れももう少し、結局はアメリカの売上がストップし、もう一回ハイテクグロース株にガーッとこう、流れが来るときには、大きくまた戻していけるんじゃないかなとは思います。わかりました。ありがとうございます。続いてのご質問は、今年の日経平均6月19日が高値のような気がしますが、いかがでしょうか。解散総選挙もなさそうですし、中間決算の情報修正だけではインパクトに欠けますが、何か大きい好材料ありそうでしょうかということで、まあ、もう高値が6月だったのか、今年は。そして今後の好材料は何かあるかどうか、この2点について伺えますか？まあ、高値が6月19日だったかっていうと、それは明らかに間違いで、チャートを見ていただければわかるんですけども、日経平均の場合は7月ですよね。だからこそ今、三尊天井なんつって騒いでるわけです。6月に1回高値をつけに行って、1回下がっちゃったんだけど、もう1回7月に高値をつけて、その時点ではダブルトップ、ダブルトップって騒いでたんですよ。ところが1回下がって、もう1回8月に高値を近辺まで迫って、で、また下がっちゃったと。そうすると、真ん中の7月の高値が一番高い山で、両側に2つの山があると。そうすると、これを三尊天井、ヘッド&ショルダーって言うんですね。頭と2つの肩で。ヘッド&ショルダー、英語では。日本では三尊天井って言うんですけども、まあ、これで、逆に7月の高値がピークで、ああ、もう目先天井つけちゃったんだっていう話が、こう、あちこちで言われてるわけです。だけど、それって日経平均だけの話で、で、日経平均というのは結局、値傘株の影響をすごく受けます。で、値傘株っていうのは電気株にすごい多いわけです。まあ、半導体製造装置、スクリーンとか、アドバンテストとか、エレクトロンとかですね。まあ、その他、ソニーもそうですし、キーエンスもそうです。で、そういうような電気株って今非常に、さっきも言ったように、ハイテクグロース株なので、ハイテクグロース株は今、金利上昇の逆風を受けて、アメリカのナスダックなんかもすごい下がってるのと一緒で、電気株のパフォーマンスが一番悪いんですね。それで日経平均が余計引っ張られて安い。じゃあトピックス見たらどうかっていうと、トピックスはですね、6月に高値つけました。7月に高値つけました。それらの高値を抜いて、8月1日が一番高いんですよ、直近の。だから全然日経平均と形が違うわけなんですね。だから、じゃあ6月で高値つけちゃったんですかって、そんなことはなくって、日本株全体で言えば今月まで高値をつけてるんです。で、8月の頭につけた高値で今調整に入ってるっていうだけなので、要はトピックスを見たら、調整の期間なんてまだ3週間ってことです。8月の頭に高値を売ってんだから。なので、全然大した話じゃないっていうことです。で、その他のご質問で言えば、まあ、要は年末、今ちょっと夏場をね、想定通りの夏枯れ相場調整でいろいろ来てますけども、9月以降また上がっていくと。で、選挙があるかないか、こればっかりはわかりませんけれども、まあ、ないこともないんじゃないかなとは思ってますけどね。はい。承知しました。続いてのご質問は、海運株について。今年は海運株の動き、よくわかりません。ひろきさん、この先どのくらい海運株強いんでしょうか、教えてください。いや、との。僕はね、今年は海運は終わったと思ってたんですよ。ですから、今年の相場展望を年初に述べたときには、海運っていうのは、もうあれだけの好業績っていうのは、コロナで起きた、まあ、特需でね、業績が、本当に異常値っていうようなぐらいに膨らんじゃったと。だから、それはもう、コロナ禍が終わって、今、正常化に向かっている中で、
いろんな物流網とか、そういった特需っていうのはもう期待できなくて、今後はその特需の効果が剥落する一方だと。だからまあ実際問題、減益っていうのも昨年度に比べて大幅減益ですからね。いや、去年、昨年度はもう利益が異常に出過ぎちゃったんで、それに比べたら正常状態に戻るっていう点ではですね、大幅減益なので、まあ、海運のそんなにいいパフォーマンスは期待できないでしょうってずっと言ってたんですが、ただそれでもまだ続いてるんですよね。一部そういう高い運賃っていうか、まあ、なんだろうな、うん。一旦上がってすごい下がったんだけど、それでもやはりその、今度はアメリカの景気自体が腰折れないもんだから、もう一回世界経済全体の強気の見方が出て、景気敏感株、典型的なそういう、まあ、バルミ線とかの市況も、もう関連しながらですね、海運にもう一回マネーが向かったりするっていうのはあるんですが、ただ一方でさっき言ったように中国の景気が、まあ、冴えないよねって話をしたんで、これってのはやっぱり全般的にそういうコモディティ、銅だとかそういったもの、にも当然影響するし、まあ、バル積み船の価格なんかにも当然影響してくるんで、ちょっとやっぱり海運っていうのはなかなかこう読めない部分があるので、もう一旦その、これ、昨年度まで続いてた異常ないい状況が終わったってことは事実なので、まあ、あんまりちょっと手出さない方がいいんじゃないかなっていう気がしますよ。もう本当にいわゆるその、してかっていうわけじゃないんですけど、すごく要は投機的な動きになっちゃっていて、本当にその業績の継続的な伸びを評価して、プライシングされてるっていうような、業種じゃもうなくなっちゃってるんで、ちょっとこればっかりわからないとおっしゃる通り、こればっかりわからない。したがってもかなり投機色が強いような、銘柄になっちゃってるんで、わからないものはやめた方がいいっていうのが僕の考え方です。ありがとうございます。では次のご質問です。好決算でも売られる銘柄がありますけど、結果的に地合いさえ悪くなければ短期で回復しているように思えます。そういう銘柄は決算発表後の下げたところを即買う方が賢明なんでしょうか？とまあ、いう。即買うかどうかはわかりませんけど、要は、好業績がいいのに、まあ、材料で尽くし、みたいな形で売られるのは確かにありますよね。ですけれども、それってのはやっぱり、その過剰反応だったり、おかしな動きだったりすることが多いので、ちゃんと業績が出てる好業績銘柄を、株価が下げた時に買うっていうことは、正しい戦略だと思いますので、報われていく可能性が高いんだろうと思います。ではもう一つ、アメリカ景気がソフトランディングすると、企業業績はそんなに悪くならないけども、FF 金利と長期債金利高止まりし、相場全体のバリエーションは上がらないと思います。それは業績相場になるということなんでしょうか？という質問ですね。まあ、アメリカ長期金利はね、結構高いまま止まっているところも気になるところですが。そうですね。だから本当にアメリカの金利が高止まりするっていうのが、まあ、メインシナリオとして、あると思いますね。要は、利上げは終わるでしょう。利上げは終わるけれども、景気が強いので、そんなすぐに利下げ転換にならず、金利も下がってこないっていうことに考えると、やはりこれだけアメリカの金利が高くても、今のアメリカ株のバリエーションを正当化できるためには、今後業績が伸びてこないと、今は一時的に20倍と4%超えの長期金利が併存してますが、過去はこんな状況ってないんですよね。なので、まあ、これは本当一時的に、今、その今後業績の方がついてくるだろうと、それでバリエーションが改善するんだろうっていうことで、一時的に今の状態が保たれてるんだとすればですね、本当にそのおっしゃる通り、業績相場というか、まあ本当に業績が、まあ、回復してこないと。まあ回復してくる見込みなんですけど、アメリカ株は。その回復のシナリオに沿って、ちゃんと実績がついてこないと、またどっかで大きな調整に見舞われる可能性があります。ちなみにですね、放送中に来たご質問で、ひろきさん、
今日ってちなみに何の番組に出られるんですか？ぜひ見たい。ああ、ですね、日経プラス9っていうね、BS テレビ東京の夜9時ちょっと前ぐらいから始まる番組なんですけども、いや、本当は僕は水曜日、今週水曜日に出る予定だったんです。だから水曜日もまた出ます。ところが急遽やっぱりマーケットがこんななんで、ちょっとこう出てくれませんかっていう話で、まあ申し訳ないんですけども、こちらの方をですね、早める格好にして、今日出るんですね。もう一人、知見オスカーグループの大川さんっていうね、弱気派代表みたいな、ものすごい弱気の人と出るわけですけども、多分、彼、今後の日経平均どうなりますかって言ったら、2万5千円とか言うんじゃないかな。いや、わかりませんよ。多分。言うんじゃないかと思ってるんで、面白いんで見てください。はい。わかりました。では、じゃあ、ひろきさんともう一人のゲストの方の大対川話さん。にも注目しつつ、よろしくお願いします。そろそろお時間になったので、このあたりで締めたいかなというふうに思います。さて、本日もですね、ひろきたかしのマンデーナイトライブ、ご視聴いただきましてありがとうございました。終了後にアンケート画面が表示されますので、アンケートへのご回答、ご協力をお願いいたします。YouTube でご視聴の方は動画下の説明欄にアンケートの URL を掲載しておりますのでクリックいただきご回答ください。回答ですね。今回の場合はですね、6時半になりますかね。午後6時半頃で締め切らせていただきますのでご了承のほどお願い申し上げます。では次回はまた夜9時からの放送を予定しております。今日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。